アルテミジア・ロミジェン・ティレスキは17世紀イタリアカラバッチオ派の画家。フィレンツェの美術アカデミーにおける初の女性会員。当時としては珍しい女性の画家であったこと、その生涯においてレープ事件の被害を訴訟した公文書が残ることなどからジェンダー研究の対象としても知られる。アルテミジアのサイン・アルテミジアは1593年7月8日。 ローマで地位を得た画家のオラツヨジェンキレスキの第一、主として生まれた。父の工房で弟たちと共に絵画を学び始めるが、彼らよりも際立って優れた才能を見せた。アルテミジアは、父より、デッサン、色彩、明暗法などを習得、父の技巧を継承した。父の画法は、カラバッジオ派の画風を明瞭に伝えるものであったので、彼女も深くその影響を受けた。 初期の作品に、水浴のスザンナと老人たちがある。ホロフェルネスの首を切るユーディクト・アルテミジアは、そのあり余る才能にもかかわらず、女性であるがゆえに、美術のアカデミズムと接触することは決して、叶なわなかった。1612年、父オラツィオは、アゴスティー,ノと共にローマのパラビチーニ・ロスピギオージ・パレスの装飾に、取り掛かった。オラツィオは、 娘アルテミジアにトスカーナ派の技法を身につけさせるため、私的にタッシュを教師として雇ったのだが、タッシュはアルテミジアに虚偽の結婚を約束し性的関係を持ち、それは父の知るところとなる。激怒したオラツヨはタッシュを強姦者として教会に訴えた。その裁判において、アルテミジアは身体検査や取り調べで指を痛めつける拷問をされるなど、いわゆるセカンドレープを 公から受けることになったアルテミジアは他の男友達とも関係があった。タッシュとは親密な仲だったなど、タッシュの友人らの証言により、最終的にタッシュは無罪方面となり、アルテミジアには売春婦だらしない女というレッテルが貼られた。1612年から1613年にかけて描かれたホロフェルネスの首を切るユーリットは、そういった 男性社会に対するアルテミジアの真理がユダヤの女性英雄の姿を借りて表されているというのが現代の見方である。当時のローマでは公開処刑が頻繁でカラバッジオも斬首された瞬間の人物を描き上流階級のサロンで残酷な死の朗読が流行るなどしていたためアルテミジアの力強いユーディットは先の裁判もあって注目を集め 画家として知名度を大きく引き上げた。ユーディットとその自助裁判からおよそ1ヶ月後、アルテミジアの名誉を回復する目的で、父オラツヨは彼女をフィレンツェの芸術家、ピエール・アントニオ・シアテッシと結婚させた。アルテミジアはこの夫とフィレンツェへ移住、4人の息子と一人の娘を持った。フィレンツェの芸術院では最初の女性会員として、 アッカデミア・デル・ディ・セニオに受け入れられ、クリストファロア・アドウリラの著名画家とも信仰を持った。フィレンツェでの成功は目覚ましく、メディチ家の太公古児も二世やクリスティナ大公妃の知己を得た。また、学者のガリレオ・ガリレートの手紙のやりとりも現存している。フィレンツェにおいては、アレゴリア・デル、インクランシネ、ラ・カンバージアン・デラ、マッタレーナなどの作品を残した。 しかしアルテミジアは1621年、フィレンツェから、記事のローマへ戻る。その目的は一説には、娘の養育のためだとも言われている。その頃のローマではカラバッチオ派が大流行しており、ヨーロッパ全土から芸術家が退去し集まっていた。彼女は、ローマの芸術院、アッカダミー・オブ・デシオ氏に所属し、また、人文主義者で、芸術愛好家のカシアーノラル・ポッツォと信仰を結んだ。 しかしローマでは期待したほどの評価が得られず、1627年、ベネツィアへ移住する。この時期の作品としては、ゴンファロネ、1630年、絵画の史上を求めて、ナポリへ移住。以後は、短いロンドンへの旅行などを除いて、ここを本拠として活動した。アルテミジアにとってナポリは、第二の故郷といえる都市である。この地では後に、彼女の子供が結婚をしている。 ナポリ滞在は、教会の大聖堂の絵画を描くことから始まった。ポッツーリ園芸劇場のサンジェナイオがそれである。ナポリで彼女は再び、ユーリット、スザンナ、マグダラのマリアなどの主題を扱い、優れた絵画の能力を発揮した。1638年アルテミジアは、ロンドンに旅行し父と再会している。父オラーツヨは、王室のチャールズ一世を抱えの宮廷画家となっており、 宮殿の天井画を手掛けていた。この仕事をアルテミジアも手伝い、1639年の父の突然死の後もなおロンドンに滞在したが、1642年のイングランド内戦の始まりとともに、イギリスを離れたと推測される。その後ナポリへ戻り、1652年に死去した。晩年の作品として、ロザリオの聖母誌などがある。九百七十年代に、 フェミニストによる美術史における女性芸術家の再評価が行われ、アルテミジアはフェミニズム美術史家たちの象徴的存在となった。ありがとうございます。